それが愛だなんておどけて君は笑ってた。間に合ってよかった。街は知らないふりを決めて眠った。忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう。海を見渡す坂を駆け上って、怖いくらいに青い空と右手塞いだ左手はずっと君を探して。自己紹介を始めしたいと思いますね。僕は、2年生です。2年生なんですけど、今年の4月から入りました新米です。平川コムと言います。コム先輩って呼んでください。よろしくお願いします。喋るでいいよ。はい、自己紹介ね。1年の、キーボード担当の寺田圭介です。てっちゃんってみんなから言われてます。よろしくお願いします。緊張してる？昨日ちなみに何時間寝たの？昨日は3時間です。全然緊張で、それとも楽しみで、それとも練習してる？両方ネクタイがね、ミッキー書いてあるんだよ。アメミに入って、なんかこれ楽しみだなとかある？夏合宿楽しみ。あー、なるほどね。なんか4泊5日飲みっぱなしらしい。飲みっぱなし。じゃあちょっと先輩方のね、先輩方の自己紹介もしていただきたいと思います。じゃあギターの3年の瀬端です。よろしくお願いします。武道家じゃないのか。おい、武道家って言え。おい
寿司です。その通り大事にしてる食べ物は。大事にしてる食べ物は。アンケートに勝ったんだ。大事にしてる食べ物。大事にしてる食べ物。でも俺本当に寿司って。いや。まだあるでしょ。あ、じゃあまあそういうことでね、ドラムの、ドラムの四年の市川です。よろしくお願いします。やっぱり大事にしてる食べ物は。ブドウ科のラーメンです。じゃあ最後もう一人1年生紹介してもらいます。どうぞ。ベースの石黒圭介です。1年に石黒くんと圭介くんが紛らわしいんですけど、なんかいいあだ名とかあったらお願いします。グロケやだ。イシスケ。ということで最後盛り上がっ